ジックマンに使用された行進曲で、主人公である楽器のセールスマンのハロルド・ヒル教授がリバーシティの住民に楽器を売ろうとする際、大きいマーチングバンドでパレードをする子どもの姿を想像させるために歌った曲です。それではお聴きください。76本のトロンボーン。ありがとうございました。この後はですね、午後公開中の感情で、また演奏いたしますので、もう一度皆さんおたくさんの方お聴きいただきたいと思います。子どもたちの大好きな曲も、演奏いたします。ぜひ、感情で、お聴きいただきたいと思います。どうもありがとうございました。